ろしくお願いいたします。本日は国家戦略特区の各地域について昨年度の事業に関する評価結果を聞きます。養父市の企業による農地所有などに代表されるように各地域で一定の成果が得られる反面、地域ごとに改革メニューの活用や提案内容に大きな格差が生じています。メニューの活用が進まない地域には特区指定を維持していることが続けることが難しくなるとの危機意識を持って特区のメリットを生かしていただきたいと思います。都市公園における保育所の設置など特区のメニューの全国展開も進んでいます。特区での成果は特区以外の地域にもすぐに影響を与えるという恒例です。大切なことはまずは特区でスピーディーに成功例を作り上げていくことであります。来月に決定する成長戦略には自動走行やドローンなどの実証を後押しする規制のサンドボックス制度など国家戦略特区を活用した思い切った規制改革事項を盛り込み早期に実践していきます。ソサイティ 5.0 を世界に先駆けて実践するため山本担当大臣と民間有志者の皆様はサンドボックス制度の具体的な設計について関係省庁とともに検討を加速してください。年内を目途に実施する国家戦略特区の4次指定については被災地を含めた指定も積極的に検討していきます。災害に遭って避難した後再びふるさとに帰って暮らしを立て直そうとする人々を応援するとともに、さらなるイノベーションを促進してまいります。